皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回もルルテアさんのツイートとともに、コーペンちゃんの可愛いイラストの方を見ていきたいと思うんですけども、今回は2021年の2月3日から、2月9日ですねのツイートになります。じゃあ早速今日も見ていきたいと思います。スピーカー音量上げて、これでどうかな。はい、で、コーペンちゃん画像表示。うん、かわいい。で、コーペンちゃん画像なんだ。びっくりだよ。じゃ、2021年2月3日のツイート。2021年2月3日のツイート。楽ちんして偉い。あー、かわいい。これ花丸ラーメン、カップラーメン食べてるんですね。コーペンちゃんもやっぱりたまにはね、楽してカップ麺でご飯を済ませてしまう日もあるんですね。いつもいろいろな料理をアデリーさんと一緒に頑張ってたりするのかもしれない。あー、消えちゃった。今必死に何か話してたんですけど消えちゃう。カップ麺も美味しいですからね。僕も結構食べちゃいますね、カップラーメンは。あまり食べるなというふうに小さい頃から育てられてきたんですけどもだからこそね、なんかちっちゃい頃は、子供の頃はあまりカップ麺を食べずに育ってきたんですけど、大人になった今はカップ麺の美味しさにね、気づき始めてというか、もう結構昔の話ですけどね、食べ始めたのは。もうバクバク食べちゃいますね、今はね。長い話はわからないよ。カップ麺じゃない。あ、ちょっと次の。A カップ、B カップ。コーペンちゃんからはあまり聞きたくない言葉。あ、すいません、なんか。2021年2月4日のツイート。ちょっと待って。この言葉って僕大好きなんですよ。プップクプーのプーって、なんか、花丸日和の、普通に一番最初の何でしたっけ？おにぎりでしたっけ？一番最初からある、一番デフォルトの、料理が、多分おにぎりだったかなと思うんですけど、そのおにぎりを使って来てくれるコーペンちゃんがね、プップクプーのプーってよく言ってくれてて、すごい大好きな言葉だったんですけど、音声付きで、音声というか、コーペンちゃんの声で聞いたのはこれが初めてかもしれない。うわー、なんか嬉しいな。ちょっとした感動が今、僕の中ではありました。では、2021年2月5日のツイート。2021年なの？すごいな。あ、これは違う。どんぐりこれはコーペンちゃんが何かどんぐりを見つけ、2021年2月5日のツイート。2021年なんだ。あれ、すごいな。うん、もうちょっと早く。2021年2月5日のツイート。その日のツイートは、ないよ。ないか。2020、あ、これはダメだな。一回休み。休みです。そうなんだね。2021年2月6日のツイート。その日のツイートはないよ。うん。5日と6日お休みですね。たまにはやっぱりお休みも必要ですから。コーペンちゃんがすごい。ああ、消えちゃった。わからないよ。じゃあ、次は7日？ん？次は7日でしたっけ？なんか難しいことは。そうなんですよね。難しいですよね、日付のカウント。何日まで言ったっけみたいな。ああ。長い話はわからないよ。7日かな。2月。ああ、失敗。ごめんなさい、なんか。ああ、失敗だ。ごめんなさい。ん？2021年2月。7日のツイート。ご飯食べて、偉い。しっかり見てください。
今のヒソヒソ声でもカウントというか聞き取ってしまうんですね。いや今のイラスト結構秀逸なデザインで、いや大好き。ちょっともう一回出しましょうか。わからないよ。2021年2月7日のツイート。あ、大丈夫か。2021年。あ、区切ってしまうとダメですね。そうなんだ。2021年2月7日のツイート。ご飯食べて。これ確か山菜の天ぷらについて書いてあった気がする。この天ぷらがね、美味しそうですよね。ハデディさんがきっと揚げてくれた天ぷらなんでしょうか。いや、僕個人的に天ぷら大好きで、よくあの天ざるそばとか、天ざるそばとか食べに行くんですよね。天ざるそばで、やっぱりね、エビの天ぷらも大好きなんですけど、僕的に一番好きな天ぷらはね、ピーマンですね。ピーマンとか、あとはなんだろう、お魚系、白身魚系の天ぷらですね。キスの天ぷらとかもよく大好きでね、食べるんですけど。そう、好きな食べ物でステーキが一番なんですけどね。二番手にはもしかすると お蕎麦が入ってくるかもしれないぐらい、蕎麦大好きなんですよね。天ざる蕎麦。で、わさびとかたくさん入れてね、ちょっと辛めの蕎麦が大好きなんですけど、それで蕎麦食べ終わった後の、お蕎麦食べ終わった後あの、蕎麦湯がまたいいですよね。蕎麦湯皆さん入れますかね蕎麦湯が美味しいんですよ、やっぱり、締めのね。いや、お蕎麦トークはまだまだできますよ、僕。これぐらいで終わりにしましょう、でも。今8日まで聞いたから、次、最後かな。2021年2月9日のツイート。ラムネアイスソースかっこいい技。アイス食べるとアイス食べると嘘、そっか。あ、ちょっと待って、おいしいよね。アイス食べるって聞く技とアイス食べ、自分が食べる技、2つあるんですね。へえ、もう一回ちょっと出していいですか。難しいことはわからないよ。2021年2月9日のツイート。ラムネアイスソード、すごい、なんかもうこれもうドラクエですよねドラクエだよこれ、完全に。いやー好きだな。結構ドラクエとかそういうゲームも僕ね好きなんですよね。だからこういうのを見ると心が躍りますね。へえー、すごい。MP いくつで打てるんでしょうかこれは。へえー、すごかったですね。いやー最後までワクワクするイラストが今回も。え？いやーたまらない、このコウペンちゃん同士がね仲良くしているっていう。イラストもとっても可愛いですよね。はあ、このな長い話はちょっと待って、コウペンちゃん今日もありがとう、今日もありがとう、ありがとう。じゃあ切っちゃいますね。今回もありがとうございました。いや本当にね、今回もまた1週間分見てきたわけですが、とても可愛らしいイラストがいっぱいでしたね。ああ、もう毎回毎回こういう、なんだ、イラスト紹介の動画撮ってますけど、いつもいつもこう驚きのね、イラストが飛び出してきてくれるので、やっていて飽きないですね。ああ、今日も、なんて言うんだろう。癒されましたね。心が浄化されるというかね、本当にそんな感覚になりますね。なんか今どこからかピヨって聞こえませんでした僕だけかななんかピヨって言ったな。いや本当に今回もまたいろいろなイラストを見ることができて、皆さんと一緒にこうやって、ね、見ることができて楽しかったです。いやこんな感じでこれからもいろんなイラストの方の紹介もしていけたらなと思うので、これからも楽しみにしていただけたらなと思います。それではね、今回もまたこのぐらいで終わりにしましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。